さっきのはゴーマじゃなくて精霊だったな。はい、意思を残している人間を集めるよう命じられているのでしょう。カヌヌ氏は未だ不完全ゆえ鎮静しきれぬものも出る。そやつらは精霊を使って強制的に処理するということじゃろうな。処理？たとえそれが王子でも子供でもか。タバサは大丈夫かな？あの人の心は簡単に潰せやしないわよ。ああ、その辺の兵士よりよほど気骨はある。鎮静化には耐えられても、また清涼に見つかってしまったら。連れ歩く方がよほど目立つわ。あの女は闇組織のボスじゃ、己一人を隠すくらい造作もないじゃろうって。案外あのばあさんは影武者だったりしてな。え、僕あのタバサの作る料理が好きだったのに。冗談だって、あんな着物座ったばあさん世の中に何人もいないさ。私たちが生まれるずっと前からこの国の裏社会で生きてる人よ。心配なんかしても余計なお世話だって笑われるだけよ。そうですね、離宮に急ぎましょう。意識が。カノヌシの魔法陣、意志を直接食らう気か。パーシバル王子、無事？ありがとう。震えを感じる心は残っているようだ。もう大丈夫よ。あなたのママも私が探して。ママは処刑されたわ。私のために貴重な食料を盗み出したから。でも仕方ないの、断りに反したんだもの。これが鎮静化の正体なのですね。そう、同志アルトリウスが目指す理想世界だ。汚れと傲慢化の仕組みがある以上、こうするしかない。だから王国は彼の計画を承認した。だが私は。悲しみはないけれど笑顔がない。憎しみがない代わりに愛もない世界。世界中がこんなになっちまったのかな。いや、御座に近い王都ですら意志を残した者がいたくらいだからな。だがあまり猶予はなさそうだ。うん、カノヌシの領域が広がっていくのを感じる。まだ完全じゃないけど、どんどん強まってるよ。わしらの意識とて、いつ鎮静化されてしまうかわからんの。王子、グリフォンは元気だよ。そうか、よかった。あ、よかった、本当に。今まで私は自分を国のための道具だと思ってきた。だが心を消されかかったとき願ってしまったんだ。怖い、嫌だ、自分をなくしたくないと。私はこの理想世界が恐ろしい。身勝手を承知で頼む。人の鎮静化を、同志アルトリウスを止めてくれ。あなた前に言ったわよね、飛べない鳥は鳥じゃないって。同じように私も心を凍らせた人は生きているとは言えないと思うの。うん、昔の僕がそうだった。だから私たちは、私たちとして生きるためにアルトリウスを倒す。
誰に頼まれなくても勝手にね。変わったな、君は。そうね、以前のあなたは憎しみに振り回される剣だった。でも今は自分の意志で剣を振るっているのね。相変わらず鞘はないけどね。心配いらないよ、危ない時は僕が守るから。あら素敵、そんなことを言ってくれる殿方がいるなんて。でしょ、いい男よ、フィーは。アイゼン副長、アイフリード船長は。俺が肩をつけた。だがこの鎮静化は聖霊がアイフリードの誇りを踏みにじって作ったものだ。俺の手でぶち壊す。私も身勝手にあなたたちの成功を祈らせてもらうわ。この世界に生きる醜い人間の一人として。気合が乗ってきたな。いっそをこのまま御座に切り込むか。バカモン、切り込むために準備がいるんじゃろうが。予定通り四聖種を起こしてカノヌシの領域を抑え込むわよ。アルトリウスは沈めの儀式は火の夜までかかると言っていた。儀式の完成が先か四聖種覚醒が先か、賭けだな。悩んでも答えは出ないよ。キララウス火山へ向かおう。はい、鎮静化は断固阻止です。エレノア、タイマシたちはこのことを知った上でアルトリウスに賛同してたのか。そんなはずは。私の知るタイマシたちは人々が笑って暮らせる世界を夢見て戦っていました。だがタイマシたちがこの状況を受け入れていることをどう説明する。私がそう信じていただけだったのでしょうか。カノヌシの鎮静化はタイマシにも及んでるんじゃないかな。タイマシたちもカノヌシに意志を制御され道具になっているということか。ありそうな話だ。タイマシは融通の利かない奴らばかりだからな。あのまま清涼にいたら私もこんな世界を受け入れていたのかも。ありがとうライフセット、きっとあなたの力が私の心を守ってくれているんですね。そうなのかな。そうですよ、自信を持ってください。私に捕まって良かったこともあったのね。そうですね、あなたにも感謝します。ありがとう。本気で？ええ、心に感じたことを伝えられるのは素晴らしいことですから。 あんたには呆れるけど同意するわ。カノヌシが完全に覚醒していないのに世界に影響が及んでる。他の町もこれまでに見た町と同じか、もっと別な問題が起きとるかもしれんの。マギル、精霊を覚醒させるような術はないの？覚醒させる術じゃと？うん、あの浄化の炎を僕がちゃんと使えたら。あの力はこの世界の道理をも覆しかねんものじゃ。その反動は某自身をも破滅させるやもしれんぞ。それでも某は覚醒したいのかい？力が欲しいんだ。ベルベットのためにか？それもあるけど、僕は今清涼がやろうとしていることがすごく嫌なんだ。こんな世界楽しくない。だから自分にできる限りのことをしたいって自分の意志でそう思うんだよ。だからそんな術などわしは知らぬ。たとえ知っておっても今の棒には無意味じゃ。棒にはもう心の力が生まれておる。じゃが魔法では心を強くすることはできぬ。棒に必要なのは決意と覚悟、あとは勇気じゃ。ありがとう、あげる。言葉などいらぬから100ガルド送れ。え、お金取るの？
魔女に柄にもないことを言わせて恥ずかしめたんじゃぞ。慰謝料としては安いくらいじゃ。マギルーってほんと素直じゃないよね。よかった。あんたたちはまだ私の中にいたのね。痛くているのではありません。あなたに食らわれて仕方なくです。悪いけど謝らないから。私たちを四聖主に捧げるために探していたんでしょ。そうよ。それも謝らないわよ。構いません。誤って許される罪などその程度のものですから。そうよね。己が身勝手さを自覚していることだけは褒めておきましょう。覚えておくがいい、最下の剣主。僕は何度生まれ変わっても同じことをする。私もです。私もよ。今何か夢の話よ。自分の業の深さを思い知ったわ。ベルベット、前から話したいことがあったんです。そのあなたたちクーマとライフセットのことですが。気づいたのね、カノヌシ本体との関係に。はい、実際にやってみなければどうなるかわからないことですが。あんたが悩まなくてもいいわ。前にも言ったけど、悪いことは全部最下の剣士のせいにしとけばいいのよ。勝手に一人で背負い込まないでください。こんなことになったのは大魔師の責任でもあるんです。だからモアナたちのことは私が考えます。でもライフセットにはあなたが。話はそれだけです。どっちが勝手なんだか。けどちゃんと伝えなきゃいけないわよね。よかった、ここは鎮静化してないよ。身を運ぶぞ、手伝ってくれ。おい、聞いてんのか。あ、悪い。なんか頭の中を引っ張られるような感じがして。最近そんなことを言ってるやつが多いな。しっかりしてくれよ、ったく。正確にはまだというところね。急いだ方が良さそうじゃの。ベミック、モアナとメディサの領域から出るなよ。クーマはカノノシの一部だ。ある程度は鎮静化に抵抗できるはずだ。了解。副長たちこそ気をつけて。キララオス火山はノースガンド領の北端じゃ。ここからまだだいぶあるぞ。途中で補給をしたいところだな。火山のふもとにメイルシオという町がある。海に面しているものの近頃は流氷が押し寄せて雪原できん。だが
陸路からなら入れるだろう。ノースガンドだけでなく大陸全体で寒冷化が進んでいるようですね。寒冷化、カノヌシの沈めの力が関係してるのかな。それとも四聖種が眠ったせい、どちらの可能性もあり得るが、考えすぎるとことの大きさに寒気が増すぞ。そうだね。けどどの道目的は変わらないわ。まずはメイルシオに向かいましょう。息子が王都から戻り寮の仕事を継いでくれる。確かにそれは俺の夢だった。だがこんな原始的な寮を続けていて本当に世のためになるんだろうか。親父、何言ってるんだよ。その話はもう済んだじゃないか。お前の勉学の成果は国のため人のために役立てるべきだ。それが断りというもんだ。あのお父さん、様子が変ですね。漁業を発展させて国の食料事情を安定させるために俺が学んだことが役に立つって親父も納得したろ。そうだったな。しっかりしてくれよ。浸水の飲みすぎじゃないのか。晩酌程度の浸水、どうってことがあるか。疲れてるんなら今日は俺だけで寮に出てもいいよ。冗談は顔だけにしろよ。まだまだお前一人に船を任せるわけにはいかんわ。おとぼけ漁師の父さんは愉快で不快に記憶な感覚、まどろませるは神のご加護か浸水か。船乗りが浸水で潰れるのは船酔いするのと同じくらいの大恥だ。お父さん、今日はお仕事終わったらみんなで手長ガニの鍋大会だよ。寒冷化が進んで手長ガニの生息域が広がっている。お仕事頑張ってね。カニばかり繁殖すると他の漁に影響が出る。あの人、お父さん、なんか変だよ。すまんすまん、なんだか急に頭がぼーっとしてしまったみたいだ。船の上でぼーっとしてると海に落ちちゃうよ。そうだよな、気をつけないとな。頑張ってね。あのお父さん、様子がおかしかったね。きっと沈静化の影響がこっちにも出始めてるのよ。俺たちは流れ者のあいつをこの町に受け入れてやった。それが盗みを働いて喧嘩ばかりして船を盗んで逃げていきやがった。でもそれを見逃してやった自分も同罪だ。不正には厳しくあるべきなのに。相変わらずヘラビーサにはならず者が流れてくるんだな。今何か話しましたか。自分が言ったことを覚えてないのか。はい、変なことを言ってませんでしたか。お前は割といいやつだって話さ。え、あまり自分を責めないでくださいね。え、びっくしょん、前に来た時より寒くなってるデュフ。確かに以前は肌寒い程度でしたが今は体の芯から冷えてくるようです。僕が温めて。結構で。おや、くしゃみが伝染しとるのか。ピシュー、サブー。ここがこれほどに寒いとなると先の外部力表地が思いやられるの。キララウス火山に続く氷雪地帯よね。そんなに寒いの。俺も修行で何度か山ごもりをしたが雪も多いし人間にとっちゃなかなか寒い場所だろうな。なんであんたがくしゃみをしてるの。ゴーマは寒さなんて感じないでしょ。いや、今のは雪が鼻に飛び込んできて。
お前もしているじゃないか。風で髪が流されて鼻がくすぐったかったのよ。でも僕が読んだ古文書にはガイブルクのあたりはあまり雪は降らない場所だって。火山から流れ出たマグマや地熱の影響だな。古文書には平原と記されていたはずだ。うん、キララウス火山は噴火活動も活発で温泉地としても人気があったみたいだね。だが今ではなんだ。どうしたのみんな。待ってるんじゃない、あんたたちのくしゃみを。そうです、この流れはいわゆる天丼です。景気のいいのが欲しいところじゃの。ごめん、くしゃみ出そうにない。今度くしゃみ練習しておくよ。やれやれ。北の町メイル潮までもうあと少しだね。そのメイル潮を抜ければいよいよ決戦の地、キララウス火山だ。寒いとは聞いていましたけれど本当に寒いですね。地脈融点で四聖種を復活させればこの気候にも変化が現れるはずだ。わしらが生きておる間にどれだけ暖かくなるかは分からんがの。急ぐわよ。どんなに過酷な寒さだろうと険しい山だろうと進むしかない。四聖種を復活させるまで足を止めるわけにはいかないわ。冗談じゃねえ。ここがメイル潮？ネズの警備3日だと？ざけんな。ちょっと採掘をサボっただけじゃねえか。ねえ。ああそうだ、用があるなら勝手に入れ。そうさせてもらうわ。くそ、くそ、町の家がつらめえ。この果てにもたくさんの人が住んでるんだね。キララウス火山だけで取れる塩石の採掘で生計を立てている町だ。つまり火山に異常が起これば壊滅するの。二人の魂を使った上にこの町まで。非道よね。罵っていいわよ。そんな資格はありません。私たち清涼も同じことをしてきたのですから。こんな厳しい場所でも人が生きていけるのはきっと寒さを感じて寒さと戦う心があるからだよ。だから僕は混乱が起こっても混乱を感じなくなるよりずっといいと思う。じゃな、心が動かぬせいなぞ、クソくらいじゃ。はい、クソくらいです。問題はベルベットが貯めた魂で四聖種全員を起こせるかどうかだな。四聖種の休眠とカノヌシの覚醒が関係しているなら奴を封じるには四聖種全員の力が必要と考えるべきだ。多分2体しか起こせない。私の中に残っているのはテレサとオスカー2人の魂だけだから。確かなのか。ええ、わかるの。聖種2体でカノヌシに対抗できるか否か責任は取ります。不足は私の魂で。鳥の巨シグレを呼び出せばいい。あいつの魂なら生贄にちょうどいい。ならばメルキュールのジジイもじゃな。カッチコチに凍っておるゆえ汚れてはおらんぞ。特等二人を相手にする気ですか。俺はもともとそのつもりだ。見逃してくれるような玉でもないしな。むしろアルトリウスとカノヌシが動けない今が奴らを倒す好機だ。安全策なんてクソくらえですか。そういうことじゃの。わかった、私に任せて。任せるはいいがどうするんだ。火山への道は町の一番奥みたいね。まずは町を回ってみましょう。
門番をしてる奴に嫌なことをされなかったかい？門番させられてることに随分怒ってたが、俺たちはすんなり通してくれたぜ。3日連続で警備をさせるのはあまりにも厳しいって分かってるんだ。でもあいつはよその町からの流れ者で、仕事も真面目にやらないし、手癖も悪くて、遠石の採掘作業をサボって、みんなが働いてる間に留守の家に入って盗みを働いたんだ。それで町の外に立たせてるってわけか。ああ、もちろんご飯は差し入れてるし、嫌なら村から出て行ってもいいとは伝えてある。じゃが、あんなのが門番として役に立つのかい？悪さはするくせに気が小さいやつなんだ。ゴーマが出たら真っ先に門を閉めて逃げてくるはずさ。あいつは行き場がないみたいだし、そのうち反省してくれるといいんだけどな。あまり館中に立たせ続けると天国に行き場を見つけてしまうかもしれんぞ。彩花の剣士の噂を聞いたかい？彩花の剣士の噂？ヘラビーサを皮切りに国中で暴れてたゴーマがやっと清涼に退治されたそうだよ。目が合うと噛みつかれるとか、人間を餌にするとか、狼の顔を持ってるとか、そんなのがこの町に来たらどうしようかと思ってずっと心配だったけど、ちょっと安心したよ。そう、噛みつかれなくてよかったわね。ええ、本当によかったよ。ゴーマなんかに殺されたくないからね。そうね、ゴーマに会ったら逃げた方がいいわ。メール潮は年々寒くなってきてるんだ。昔は春や夏が短いながらあったんだけどね。常夏ならぬ常冬の町になっちゃったのよね。暮らすのが大変そうだね。でも遠石は暖房以外にもいろいろなことに使われるから、国中で必要とする人がいるだろう。だからみんな大変なこともあるけど、仕事に誇りを持ってここで暮らしてるんだ。いくら寒くなったってこの町は故郷だし、住んでる人たちの心はあったかいんだから。心身ともに温かい町なんですね。いいこと言ってくれるじゃないの。この町に来たなら温泉には必ず入っていけなよ。あ、でも源泉は暑いから雪を入れていい塩梅にして入るんだ。雪だぞ雪。静かで美しい街ですね。雪で白いだけだろ。その白さがいいんじゃないですか。僕も綺麗だなって思うけど。住んでる連中が美しいとは限らんがな。もう愛禅まで。サボった男を極寒の外に3日も立たせておくような優しい連中じゃからな。あの男がろくでなしかもしれないし、どの町にだって日向もあれば日陰もあるでしょ。それは分かってますけど。ここで話し込んでても仕方がないわ。様子を見ながら町の一番奥まで行くわよ。巡察官なんだから自分の目で見て考えたら。ええ、そうしてみます。その警備がゴーマになったんだ。ママ、今のうちに逃げて。悪いけど利用させてもらうわよ。清涼の特等大魔師に伝えなさい。次の日の夜、私はキララウスに生贄を捧げて聖主カノヌシの力を削ぐ。止められるものなら止めてみせろ。腕でゴーを食らった。こいつは
我が名はサイカ、サイカの剣手ベルベットだ。さあさあ、この町はもう我らがものじゃ。人間どもはとっさと南へいねえ。さもなくば食らうぞ。こやつが骨までしょぶるぞ。食われるぞ。にゃあ、すっきりさっぱりしたな。そうね、けどな、なんじゃの。骨なんかしゃぶらないわよ。しつけは姉さんにちゃんとされたの。そりゃもったいないの。骨周りの肉が一番うまいんじゃぞ。そうだね。とにかくこれで私たちの戦いにメイル潮の人を巻き込まずに済みますね。もう十分巻き込んでるわ。今まで築いてきた生活を奪ったんだから。そもそも特等どもを呼び寄せるためにやっただけよ。それでも感謝します、サイカの剣手。聞かなかったことにしておくわ、一等大魔師様。南に集団が逃げてったけど何事だよ。ベンウィック、どうしてここへ。副長に届け物ができたんです。黒金やモアナたちも一緒だよ。モアナまで？どうしても追いかけるって聞かないんだ。エレノアが死ぬ夢を見たんだって。モアナ。シグレたちが来るまでどれくらいかかるかな。そうさな、到着は火の夜あたりじゃろて。ならちょっと時間をもらうぜ。黒金は俺に用があるんだろ。ああ、そう言ってた。ちょうどいい、おのおの休息をとっておけ。そうね、戦いの準備も必要だし。最後の自由時間かもしれん。例によって思い残すことがないようにな。P、 何があるかわからないから町から出ちゃダメよ。僕、ベルベットと一緒にいてもいい？いいけど、いいの？うん。なら好きにしなさい。また妹に手紙書いてるの？違うよ、返事を持ってきたんだ。珍しいよな、不吉なことが起こらなきゃいいけど。黙れ。よかったね、アイゼン。以前の手紙でお前たちのことを知らせた。会ってみたいと書いてある。物好きな妹ね。物好きさ。あいつを傷つけちまう死神と一緒に暮らしたいなんて言うほどな。僕も会ってみたいな。一つだけ言っておく、妹に手を出したら殺す。でしょう、副長、男には必ず言うんだから。バカ兄ね。兄バカと言え。それはいいのかよ。いつか一緒に会いに行こうね。いい度胸だ。うん、自分の舵は自分で取るんだ。そうだな、俺もお前たちもあいつもな。この音は？黒金だ。また刀を打ってるんだね。ああ、自分の体を太刀に打ち直している。自分を刀に？できるの？そんなことが。さあな。だがあいつはやるって決めたんだ。
別れの杯は交わした。しぐれとゴーランに勝つために。そうだ、連れを刀にして兄貴を斬ろうって言うんだ。ひどい奴だろ。人のことは言えないわ。いいや、体がどうだろうが、お前は人間だよ。愛しているから憎んで、怒った分だけ悲しむ人間だ。黒金も同じだ。あいつも認めたんだよ。自分の中にゴーランへの憎しみだけじゃなく、憧れがあるってことを。だから願ったのね。それもこれも全部まとめてぶつけたいって。しぐれもそうだ。あいつも善も悪も飲み込んで前に進む人間の強さを持ってやがる。ゴーマの俺が及ばない強さをな。うだうだ悩むなんて似合わないわね。誰より強い剣士でありたい。だからあがいて戦って技を研ぎ上げる、そういう男でしょあんたは。ああ、それが俺だ。嫌いじゃないよ、そういう六郎。俺もさ、ありがとな。98、99、100。もういいかい。もういいよ。じゃあ行きますよ。ノリノリね。いえ、モアナがどうしてもというので。エレノア様、モアナの後をつけたでぐゆ。あっちに隠れてるでぐ。子供相手なのに手段を選ばないんだ。違います、ズルはダメよビエンフ。マヒル姉さんにはいつもやらされてたでぐよ。あの人は反面教師です。エレノア、なんで探しに来ないの。モアナ見つけました、ダイルも。そんな、ずるいです。ズルじゃありません。ビエンフーのズルを利用した知的な作戦です。作戦は堅実に、対応は柔軟にね。はい。モアナ、私もなかなかやるでしょ。心配しなくても大丈夫ですよ。モアナ、エレノアは信じてるよ。ビエンフーが迷惑かけないか心配なだけで。僕のせいでほか？ビエンフーのことも任せてください。みんな無事に戻りますから。わかった。約束だよ。モアナ、安心したなら帰ろうぜ。寒すぎて冬眠しまうよ。寝ちゃダメ。次はダイルが鬼、ワニだから。俺はワニじゃなくてトカゲだぞ。似たようなもんでふ。全然違う。ワニは尻尾切れねえだろ。方法はきっとあるはずです。人とゴーマと精霊たちのために何をすべきか、私はそれを見つけます。何年、次の世代、次の次の世代、たとえ千年かかっても。気の長い話ね。きっと見つかるよ、エレノアなら。必ず。思い込んだら頑固ですから。うん、よく知ってるわ。